ということで乗った感想なんですけど、ステップ春だからやっぱりちょっとね安定性に欠ける部分があるんですけど、まあ中速からまああのある程度ですね船体に動力が伝わって船が起き始めた時のまあ安定感はありますね。あとステアリング来た時もまあそんなに思ってるほどねバタつくかなと思ったんですけど、まあ、基本でもこれやっぱ細身ですよねこの船はね。もともとパワーボートからのセンターコンソーラーなので、今のが328でこれが280で、一番大きいレンジは360、ビーム幅がねだいぶ変わってくるからやっぱりねツインとトリプルの違いもありますけど、まあね、280なんかはねちょっとだいぶ細いですよね、うん、360になるとこんな感じ。まあこれはね6年落ちで2011年モデルなんですけど、まあこれぐらいのビームは欲しいかなっていう感じですね。まあいずれもステップアップしてます。というわけでこれから価格を見ます。今はマイアミビーチを走ってます。アジムかな。海岸沿いはねもう本当にいつも混んでます。今日しかもまあこっち日曜日なんでね、まあ、僕もちょっとその気になって窓開けて走ってますけど、いややっぱいいねマイアミ最高だね。江ノ島海岸が20倍でかくなったような感じかな。みんなこっちはフレンドリーだもんね。いや日本もこうしたいよねやっぱり、ね、日本の海岸も漁業権とかあとね海水浴場の安全面とかっていう部分でねそうに縛りは分かるんだけど、もうこういうね見てもうほんと目の前もう30メートル泳いでいける距離にね60フィートぐらいのアジムットが止まったりしてます。手前はこれサンシーカーだな。というわけでまたいろいろと沖縄編とかも続けますんでよろしくどうぞ。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またBye.